ジャンリュック・ルージェ、ジャンリュック・ルージェは、フランスオードセーヌ県クリシー出身の柔道家。身長百九十センチメートル。体重九十三キログラム。九百七十五年世界選手権中量級王者。九百六十一年世界選手権でのアントン・ヘイシンクの優勝を見て、柔道に目覚める。合わず正造に指示し、1975年大会でフランスの柔道家として、 初めて世界選手権で優勝を果たした。この他、ヨーロッパ選手権でも4つの金メダルを獲得、フランス柔道選手権大会を12回優勝している。しかし、モントリオールオリンピックでは、計重量90位、無差別5位、モスクワオリンピックでは、計重量級7位に終わるなど、オリンピックではメダルを獲得できなかった。2019年1月までに、柔道球団を取得。 1987年より、フランス柔道柔術剣道及び、関連武道連盟のセンムリジ、2005年2月より、会長を務めている。2011年、アイフ事務総長に就任。別表記、ジョン・ルック・ルージェ。ベルナール・チュルーヤンによると彼は、山下康弘と3回対戦し、一度も勝てなかったが、山下の 128kg に対して 103kg と、 体重差があり、山下との対戦でも震えなかった彼には正気があったと評価している。ありがとうございます。